ということで、どうも皆さんこんばんは、陽一郎と申します。今宵はですね、ファイブナイトアットフレディーズという僕がこの世で一番大嫌いなホラーゲームをやらせていただこうと思います。このゲームを実際に遊んだことは今まで一度もありません。ただ昔配信とかでね、ちょっと好きな人の配信で見てたんですけど、もう配信を見るのも辛かった。このゲームはめちゃくちゃ怖くて、配信もまともに見れなかった。それぐらい僕はこのゲームが苦手なんですけど、まあでもホラーゲームって本来めちゃくちゃ怖くないと意味ないんじゃないかなと。程よく怖くて面白いだと結局楽しめちゃうんで、ガチで嫌いなホラーゲームを一回やってみるというのはいい経験になるんじゃないかなということで、今回は頑張ってこのゲームにチャレンジしようと思います。ということでね、ファイブナイトアットフレディーズをやっていきます。ニューゲーム。このゲームね、もうオプションすらない。あとこれ字幕も多分ないんじゃないか。1の頃はなんかいろいろ書いてあるわ。で、あ、もう始まる？で、このゲームね、どういうゲームかと言いますと、まあ多分字幕とか英語だと思うんで、僕が口頭で説明しますが、ピザ屋のバイトに来た、あの主人公が僕です。で、このピザ屋はですね、このなんか、ここに貼ってあるポスターの人形が、夜な夜な歩き回っては、人間をね、殺して回ってるわけですよ。なので、それを知らずに入ってきてしまったこの主人公は、死なないようにこの夜を過ごしていかなければいけないというゲームです。もう言ってる言葉は全く分かりません。これで消せるわ。消せました。ミュートコールで。なんか押してみたら消えた。これどうすればいいのこれ。これこれが何？ここに今、人形がいますよね。ただこの人形が勝手に動き始めるわけですよ。なので、これ押さなきゃいけないのこれ。2回押さなきゃいけないこれ。これスイッチを押すと、オンオフができると。で、これをずっとやってると、ちょっと待って。いるかこれ。わかんない。これいない？わかんない。人形が動き出すんですよ。で、人形が動き出さないように見張ってなきゃいけないんですけど、電気がね、消費しちゃうんですね。これ、扇風機とかついてるでしょ。で、この、電気をできる限り使わないようにしていかなきゃいけないんですけど、でもこうやってライト使うとね、電気使っちゃうんで、できる限りこのこれかな、この 89% こっち、これがゼロにならないようにいかなきゃいけない。ただもうこのゲームを俺は見たことしかなくて、実際やったことないんで、どういう塩梅でやればいいのか全く分かりません。これ動いてないの？これ動いてないってことでいいのかな。これはしかもこれどうすればいいのこれ。来たらさ、止めればいいのかな。ドアを閉じればいいのかな。こうやって。こうやって閉じればいい。あ、なんか今なんか消費が変わったな。動いてない動いてない。初日はあれか、そんなに難しくない。これがバッテリーだよね、多分。で、これバッテリーの消費量が上がるっていうのがこの緑のゲージだよね。このうさげってやつ。ユーズ違うな。わかんない。うさげ。来ない来ない来ない。これ、今んとこ3体かな、初日は。なんかさ、狼がいるのは知ってるんですよ。なんかね、どっかにいるの、狼が。どこだっけな、どこだっけな、これだ、多分これ、ここにね、やばいやつがいるんですよ、こいつ。こいつを、気をつけていかなければいけない。ただ、初日は多分、来ないんじゃないかな。あいつの名前はわかんない。そもそもこいつらの名前を一個も知らない。ファイブナイトアットフレディーズっていう、もうあの、一括りにしてるんで、こいつらが、個別でどういう名前があるのかは僕には分かりません。フォクシーっていうのね。来ない。全然来ないよ、これ。逆に怖いんだけど、これ。この3体以外にいるのか、これ。そもそもさ、これさ、もっと消費減らせないの、これ。めっちゃガンガン減ってくんだけど、パワーが。扇風機切れや、もう。来る？来ない？あ、もう押してる間だけにしてくんないかな、ライト、これ。2回押さなきゃいけないのがきつい。ああ、ちょっと待って、やばい、消えた。あ、来た、動き始めた。こいつ、クマかな、ウサギかな。こいつ、動き始めました。なんか、この、なんかわかんない、ウサちゃんが。もういない。しまって。やばい。しまって、やばい。来た、どっかいる。どっかいる、どこ行った、どっか行った。あ、いる。通路にいる。どうすればいい。ここにいる。多分、この辺にいる。どうすればいい、これ。
え、わかんない。ちょっと待って。こっち。どうすればいいのこれ。意味がわからん。これ見ることに意味があるのこれ。見て意味あるこれ。違う。だっているもん。ちょっと待って。どうすればいいのこれ。だって来てもわかんないよこれ。定期的にこうやってつけて選べばいいのか。動いたらわかるこれ。あ、なんかカチカチ言ってる。チャピ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 チャって言ってる。ほら。わかんない。でも見えない。見てる余裕がない。わかんない。これいつ終わんのこれ。何時 ?5 時 ?6 時わかんない。何これ。あ、いる。まだいるわ。え、ちょ、待って、ストップ。これ見ていこう。あ、まだ、うさぎだけ。うさぎだけ。怖い。ちょん押しでいこう。多分こいつだけだ、今まだ。この、こいつ以外は多分まだ動いてない。3時。あと3時。右来てない。右来てない。え、左でしょこれ、だって。あれいない？ああ、いる！あ、いる、ここほら、いるって。なんかわかんないけど、いる、手前にいる。この手前にいる、多分、ここにいる。来たら閉めればいいんでしょ多分。なんか、カサッと音がした。来る？なんか言ってるよ。なんかガシャガシャ言ってる。右は？来てない。ちょっと待って。これでいい？もう、いなくなった？まだいる？いる？これ、わかんない。え、開けてもいい？これ。開けちゃダメ？これ。え、いるか？これ。わかんない。わかんない？これ。いるのかな？わかんない。これ、何？これ。光ってるのは。いないってこと？これ。あ、開けたら死ぬかな？開けたら死ぬ？これ。わかんない。あー、動き始めたー！やばい！なんか動き始めたー！あー、いるじゃん！もう、ちょっと待って。こっちはいない。どこいる？あ、じゃあこいつか？こいつか？違う。なんか鳥がいなくなった。鳥？わかんない。あ、いるわ。まだ多分これいる。鳥は？鳥どこ行ったの？あ、ガシャガシャ行ってる。ちょっと待って。もう手が震える。怖い。どこ行ったかわかんない。今でいる？まだいるわ。もういつまでいるのこいつ。もう怖い。鳥はどこにいるのこいつ。このなんかおむつ履いたウサギじゃないわ。鳥みたいなやつが どこ行った。まだいる？まだいるわ。多分これまだいるんだ。勝手に切り替わった。待って。何？どこにいるのよ、これ、鳥は。キッチンにいる鳥は？キッチンってどこ？キッチンがわかんない。いる！これがキッチン？これトイレって書いてあるけど、キッチンかな、これ。もういいかな。あ、いない。あ、よかった。いなくなった。あとは？あ、ウサギはここにいるわ。よくわかんないとこにいる。なんか食堂かな。なんか食堂にいるわ。これどうすればいいの？もう終わる？もういい？もう許して。もういいじゃん。初日でしょ？もう、冷や汗がすごいんだけど。冷や汗っていうのかな？普通に汗がすごい。もういい？もう怖くて、もう画面から目が離せなくてコメントが読めない。どうすればいいの？これ。怖い。早く。もうカメラなんか見てる暇ないんだけど、これ。いやー、びっくりした。どこにいる？いなくなった。いない。なんか、ナムナムって言ってる。鳥はだいぶ遠い。うさぎは？22% だっていいでしょ、もう。十分やったでしょ。初日よ。あ、うさぎじゃない。鳥はいる。うさぎはわかんない。これがうさぎ？これ。これうさぎかな？じゃあだいぶ遠いわ。よし。いけるか。いけるか。あと1時間もあんの？俺。嘘でしょ。
リアルタイムって話じゃないよね。 18% 熱い、扇風機が欲しい。俺にも風を当ててくれ。おー終わったー。こわカメラが一つだけ壊れてて音が聞こえるところがある。どういう意味それ。で音で聞かなきゃいけないってこと。ちょっと待って、これもうさ2日目ってあってさ、もう来るでしょあいつが。俺の一番嫌いなこいつが、こいつが これでしょ。フォクシーって絶対これでしょ。俺なんか存在は知ってんだって、こいつがやばいってことは。うん、分かる。うるさいうるさいうるさい。どうせ英語分かんないからいいわ。これ基本的にライトつけない方がいいってことか。カメラの監視だけでうまいことやっていかなきゃいけないんだ。もういないんだけど、ちょっと待って、もういない、もういないわ。え、いないんだけども。あ、いた、これか。うさぎがもう行方をくらましましたね。で、何日から来るか、こいつが来るか分かんないけど、こいつがやばいんですよ、フォクシーが。このゲームはどういうゲーム。あ、やべ、なんか動いてる。やべ、ない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 。あ、動いてる間はカメラがなんかあれだ、黒、真っ黒になるわ。え、こっち来る？来ない。鳥は？あ、いた。鳥は食堂にいるわ。わかんない、見えない。あれ、ウサギは？ウサギが行方不明だ。右から来ることもある、これもしかして。あ、やべ、右にいるんじゃないかこれ。これでしょ？今キッチンになんか見えないわ。キッチンにいる多分こいつ。あ、エラーを起こしてるのカメラが。あ、なるほど、いるかどうか分かんないってことかな。じゃあ、あ、いるわ、よかった。ウサギ見つけた。フォクシーはまだいない。あれ、なんか変わった？変わってないよな。ウサギはここに。じゃあ鳥とウサギは分かった、位置が。うさぎが左で、だ キッチンにこいつがいる。キッチンっていうか食堂にいるこいつが。で、クマはまだ来て動いてない。一応見ていい？怖いから。ここにいないね。うん、でフォクシーも来ない、動いてない。よし、砂嵐中は敵が大きく移動する可能性がある。砂嵐中？あ、そうなんだ。砂嵐っていうのが起こったら、じゃあ、いや、あ、うさぎ、鳥が動いた。ガシャガシャいってる、ガシャガシャ言ってる。どこ？やばい、怖い怖い怖い。うん、もう分かんない分かんない分かんない。どこ行った？見えない見えない見えないよ。あ、いたいたいた、こいついた。ウサギいた。鳥は分かんないわ。そう、ずっとドア閉めてるとね、バッテリーが上がっちゃうんですよ。バッテリーがなくなると、もう、ドア閉められなくなって負け。で、電気をとにかく使わないようにしなきゃいけないんですけど、どこを見ればいいのか僕まだよくわかってない。ウサギは分かったけどさっき。鳥は？いや、来てるか？いない。鍋などの音が鳴ったらキッチンにいる。あ、なるほど。あの音で、なんとなくわかるんだ、種類で。なるほど。じゃあ、ここにいるってことね、この辺に。あ、いや、これウサギだ、これ。鳥は？鳥の位置がわからん。フォクシーは監視ですが、他のキャラクターが光で。どういうこと？あ、やべ、なんか砂嵐起こった。動くってことこれ。フォクシー来ない？フォクシーは来ないんだまだ。鳥は？あ、いる！ここにいる、ほら、うるるるるるる、ここに。もう、いつ来てもおかしくない、こいつ。あ、やべ、あ、閉まらない、俺負けたろ。ああ、死んだ。もうみんな、気をつけてくれ、これからやばいもの出てくる。
もう分かってても怖いんだけど、何なのこれ。ちょっと待って、熱すぎる。ちょっと待ってくれ、熱い、汗が止まらない。よし、もう一回行くか。そう、今保冷剤を頭に巻きました。こんばんは、どうも、こんばんは。ドアが閉まらなかったら負けなんですよね。なんか知ってます。ドアが閉まらなかったら負けなんですよ。電話来たら切ろうな、まず。うるさいから、あれ。電話の電気代金がもったいない。電話ならない、これ。電話なんないのか。フレディは歩かない。暗闇の中じゃ活発になる。電力に気をつけろ。ドアライトの重要性についてだが、監視カメラに死角があってな。背後は見えない。なるほど。検閲室の背後は見えない。ドアライトを使ってこれで見つけてドアを閉めろってことを言いたいんだね、さっきの電話はね。もういないんだけど、どこ、これ、これか、これいる、ここに。見えないな、いないよね、いないよね。はあ、もう、うさぎがいないわ。もう見えないんだけど、いるんじゃないか、いないのか、わからん。ライトボタンの中だけでフォクシー以外を監視すると。フォクシーはもうドア閉めなきゃいけないんでしょ。フォクシーの対処方法俺わかんないんだけどさ、フォクシーはドアを閉めるしかないんだよね、多分。ここがバッて開いてないなくなったら、とにかくここ閉めなきゃいけないんだよね、確か。俺の記憶ではそんな感じなんだけど、確か。ウサギいた、鳥もいる。 OKOKOK、 しばらく大丈夫だ。よし、何なんだこの可愛らしい絵は。よ、リアルと全く違うじゃん。はあ、うん、またいるわ。フォクシーは走られたら負け。じゃダメじゃん、どうすればいいの、わかんない。フォクシーの対処方法が、じゃあ、あ、まだいる。鳥はなんかどうも遅いらしいから急がなくていいわ。今のところ鳥がここまで来たことはない。よし、はあ、はあ、まだ来てない。お、まだいる。クマが案外動かないな。まだ大丈夫か。問題はこの後ぐらいか。まだいる。まだいるわ。OKOKOK、全然大丈夫。海賊の入り江のカーテンはまだ動いてない。あ、いるいるいる、来て、近づいてきた。近づいてきたわ。定期的にフォクシー見なきゃいけない？なるほど。ここね、多分ここでしょ、あのカーテンのとこでしょ、多分。あれが開いたと思ったらすぐ閉めなきゃいけないんでしょうね、これを。もうそんな反射神経俺にあるか。あれ、いなくなった、これ。いる、あ、いるわ、近づいてきてる。やばいやばいやばい、近くにいる。何これ、何これ、今なんかクマが、こいつが見えた、こいつが、このなんか、なんかパンみたいなやつが、俺の見た、今。幻覚これ、現実。なんかコツ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 言ってる、コツコツ言ってる。来ない。いなくなった。は、そっち違う。は、どこ行った。あ、いたいたいた、戻ってきた、こいつ。出戻り、来ない。まだ来ない、まだ来ない、まだ来ない。もうここまでもう一回やり直すのが嫌だから、とにかく死にたくない。あー、もう嫌だ。なんか肘が痛い、なんかわかんないけど。あれ、待て待て、OKOKOK。はあ、あ、コツコツいってる、コツコツいってる、くる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 。はあ、もう来るなら来いや、じゃあ。
なんで来ないのこいつ。いやみ、いや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 らしいなこいつ。なんなんもうもう来てよ。じゃあ追い払いたいんだけど。あ、もう来ないわ。カーテンもない。来ない。鳥は？あー、鳥近い。やばい、鳥近いわ。鳥近い。おー、怖い。はい、怖い。はい、怖い。オッケー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 。多分まだ大丈夫。まだいるわ。うん、鳥は来ない。まだいる、まだいる。まだいる、まだいる。もう早くどっか行ってくれよ。閉まってるだろ。お店は終わりだぞ。まだ来ない。まだいる。はい、来ない。フォクシーってさ、ごめん。こっちからしか来ない？フォクシーって。こっちからも来る？フォクシーって。俺、なんか、フォクシー、こっち閉めてるイメージあるんだけど。あ、いなくなった。よし。あー、戻った。あー。あとは鳥、右側の鳥とフォクシーが、やばい。5日目がやばいって言われても、もう5日目まで生きれる気がしないよ、もう。5日目って。あー！え？どうすればいいの？どうすればいい？これ閉めた方がいい？閉めた方がいい？これ。まだ閉めなくていい？まだ閉めなくていい？これ。どうすればいいの？これ。ちょっと待って、どうすればいいの？これ。閉めた方がいいの？これ。わかんない。やばい、来る。一回閉めるわ。ごめん、閉めよう。まだフォクシー大丈夫。ああ、わかった。はあ。ああ、鳥が近いわ。はあ。怖い。フォクシーできた、フォクシーできた、フォクシーできたよ。フォクシーできた。これもうダメでしょ、これ。ダメでしょ、これ。ダメなんだよね、多分これ。やばい。やるよ。はい、はい、はい、はい。どうすればいい？まだ来ないの？まだ来ないか、これ。はぁ、あ。これ、いつ来んのよ、こいつ。はぁ、あ。ああ、もういなくなった？まだいないわ。ああ、いない、まだいる。まだ来てない。まだ大丈夫？こいつがやばいんでしょ？だって。こいつがやばいことは知ってんのよ。ああ、フォクシーは何？行動するといなくなる？行動するって何？どういうこと？ああ、もう。怖いんだが、これ。もう、フォクシー以外のカメラを確認するのがもう怖い。やってられない、これ。あー、わかんない。来ないか。なんかガチャガチャいってる。来ない。あー、怖い。まだ来ない。まだ来ない？ね、ガシャガシャ聞こえるよ。ああ、もうやめて。もういいから。もうこれをやり直すのが本当にきついのよ。ああ、まだ来ない。フォクシーはいつ来んのこいつ。もうじらす。ああ、どう消した。ああ、右は。ああ、もうこいつ、油断したくんの。あ、いなかった。ああ、フォクシー来ない。電気消えた？どうすんの？